遠くにザリン・オブローン、リスモアを望むストーカー城ストーカー城は、スコットランド・アーガイル・アンド、ビュートの入り江地帯に立つ、4階建ての城塞、キープである。城は、リニワンの入り江である、ロッホレイックに浮かぶ島にそびえている。この島は、アピン港から北東に、約1.5マイルの場所にあり、A828 号線から城を望むことができる。この島は、タイダル・アイランドであり、 干潮時には岸辺を歩いて島に渡ることも不可能ではない。ストーカー城という名前はスコットランドゲール語で漁師や鷹城にあたる言葉スタウルケアに由来している。この城はモンティパイソンの映画第2作モンティパイソンホーリー・グレールで使用されたことで有名である。島の上に建てられ、その奥には山麓が見えるという絵のように美しい。 この城の外見は、絵はがきやカレンダーの題材としてよく用いられてきたほか、ハイランド地方の典型的な風景の一つとして扱われている。ストーカー城は、西スコットランドに残る、中世の城塞として、最も保存状態の良いものの一つである。また城は、スコットランドに40ある継承地域の一つ、リンゴブローン国立継承地の一部を成している。城と周囲の湾を映した。 写真城はもともと1320年に当時ローンの領主だったマクドゥガル氏族が建てた小さな城塞だった。1388年頃にはアピンのスチュアート氏族がローンの領主権を奪った。現在の形の城は彼らが1440年頃に建てたものと考えられている。スチュアート氏族の親戚筋にあたるスコットランド王ジェームズ4世もこの城を訪れている。 1620年頃には、酔った席の掛けごとで、城が、キャンベル氏族の手に渡った。このように何度か持ち主が変わった後、キャンベル氏族は1840年前後に城を捨て、その補助の屋根が失われた。1908年には、保全事業に取り組むチャールズ・スチュアート・オブ・アチャラが城を買い取った。1965年には、D.R. ・スチュアート・オールワードが城を入手し、 その後10年程度をかけて修復工事を行った。ストーカー城は現在でも個人所有であり、夏の間の限られた時間に一般公開されている。スコットランド国立公文書館が行った2011年の国勢調査では、城の立つ島は2001年2011年の国勢調査において継続的居住者のいない住居用の島とされている。 1975年の映画、モンティパイソンホーリー・グレールでは、ほとんどのシーンがスコットランドにある別の城、トゥーン城で撮影された一方で、このストーカー城が最後にあの城として登場する。最初城は円形で登場する。次のシーンでは、見張り版のフランス兵が城にやってきたアーサー・オーを屋上の胸壁からフランス語のアクセントでひどく罵る。 怒ったアーサー・王は、ベディビア卿と共に、大軍で城を攻めようとするが、映画前半で起きた、歴史学者殺害事件を捜査していた警察が現れ、殺害事件の容疑者として、アーサー・王と他の騎士たちは、逮捕されてしまう。この城は、ハイランダー、最終戦士にも一瞬登場している。また、スーザン・クーパーによる、自動書、古城の幽霊、 ボガートはこの城に着想を得て書かれている。ありがとうございます。